ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年の夏は全国各地でお祭りが再開して、どこも大盛り上がりだったわね。そうだな。しばらくこうしたイベントは、どこも開催されていなかったから、いろんな人が、羽を伸ばしに参加しただろうな。いいわね。私も、どこかのお祭りやイベントに行きたかったわ。それにしても日本って、あれだけの人数が集まる花火大会でも、大きなトラブルもなく、毎回平和に終わるって素晴らしいわよね。安全対策を徹底しているのがよくわかるわ。いや、そうでもないぞ。え、そうなの？頻繁にではないが、大変な惨事は発生しているんだぜ。というわけで、今回は花火大会で起きた悲惨な事故をいくつか紹介していくぜ。それでは行ってみよう。ゆっくりしていってね。一つ目の事例は、今年の8月5日に開催された東京都の、板橋花火大会だ。板橋花火大会は、東京都内屈指の花火大会で、荒川の河川敷が会場だ。花火の打ち上げ数は1万3000発と、かなり規模の大きい花火大会だぜ。今年って、めちゃくちゃ最近の話じゃない？ああ、ニュースにもなったからな。記憶に新しい人も多いだろうし、中にはその日、現場にいた人もいるかもしれないぜ。ニュースを見てなかったから、内容を知らないんだけど、何があったの？花火が下草に燃え移って、約2000平方メートルも延焼したんだよ。ええ？大火災じゃない？ことが発生したのは19時58分。花火のプログラムである、ナイアガラの滝という演目に入った時に起こった。この、大ナイアガラの滝というプログラムは、網仕掛けの花火の一種だ。大きな花火大会だと、ナイアガラの滝はプログラムに組み込まれていることが多いな。横一列で、本当に滝みたいに流れるような花火なんだよね。そうそう。板橋花火大会のナイアガラの滝は、荒川の河川敷いっぱいに広がる、総延長700メートルという、関東最大のナイアガラの滝として有名なんだよ。700メートル。そんなに長いんだ。それは圧巻の光景だろうね。ああ、4年ぶりにこのナイアガラの滝を、楽しみにしていた人もたくさんいたと思うぜ。しかし、ナイアガラの滝が始まって、わずか10分後に異変が起こった。花火を点火していた付近3カ所で、火花が落ちたのか、下草からの出火が確認されたんだ。3カ所に火がついてたんだ。風に乗ってしまったのかしら。ナイアガラの滝というプログラムが、花火を下に向けて落とすものだからな。そこそこリスクのある花火だとは思うぞ。確かにそうだね。その後、消火活動も行われたが、来場者の安全確保が難しいと判断し、20時10分に、大会中止を決定した。残念だけど、被害を防ぐには中止するしかないよね。こればかりはな、仕方ないと思うぜ。燃え広がった火を鎮火するために、会場には消防車が18台、消防艇が一定出動し、21時4分には鎮圧完了、23時2分に鎮火を確認した。この火災での怪我人はいなかったそうだ。みんな無事でよかったわ。2000平方メートルなんて、かなりの広範囲だもんね。中止にしていなかったらって考えたら、かなり恐ろしいわ。ところで板橋花火大会は、ナイアガラの滝がフィナーレなの？いや、ナイアガラの滝が終わってからのプログラムはというと、直径360メートルの大きさに開く、尺五寸玉の打ち上げや、ポケモンの花火が120発打ち上がる、花火ポケットモンスターと、スターマインという、盛大なフィナーレが予定されていたぜ。なんと、まだそれだけ盛大なプログラムが残っていたとは、見に来ていたお客さんたちも、残念だっただろうね。だと思う。場内アナウンスで、大会中止のお知らせが流れた時には、肩を落としながら帰る人たちが、たくさんいたそうだぞ。あら？まあそうだよね。中には、ポケモン花火を見に来ていたお子様もいただろうし、来年の板橋花火大会に期待だな。お次は、2013年福知山花火大会、露天爆発について紹介しよう。なんか聞いたことある気がするんだけど、あまり詳細は知らないかも。当時この出来事は、多くの観客が撮影した映像とともに、各テレビ局やワイドショーなんかが一斉に取り上げていた件だしな。そんなに報道されていたんだ。じゃあ詳細をよろしくお願いします。OK。2013年8月15日に、京都府福知山市の由良川の河川敷で開催された、どっこいせ福知山花火大会の最中に起きた出来事だな。どっこいせ福知山花火大会っていうのが、大会の正式名称なのね。
ことが起きたのは、19時30分頃、ベビーカステラの露店を出していた屋台の店主が、店の発電機にガソリンを給油するために、ガソリン携行缶の蓋を開けた。その時に大量のガソリンが噴き出して、爆発を起こしてしまったんだ。とんでもない出来事じゃないの。しかも露店のある場所で爆発しちゃったんでしょう。それって、周りにたくさん人がいたんじゃない？ああ、この爆発で、3人が全身火だるまになって息を引き取っており、付近にいた、約59名が重軽傷を負い、付近の露店3軒が全焼するという被害が出てしまった。亡くなった人までいるなんて。でも、どうして携行缶に入れていたガソリンが、爆発しちゃったの？原因は、携行缶が、長時間高温にさらされていたことと、ガスボンベから漏れた、プロパンガスに引火という不運が、重なってしまったことらしい。うわぁ、これは現場近くにいた人の証言による話なんだけど、爆発を起こしたガソリン携行缶は、自家発電機から、排ガスの熱風を浴びていたそうでな。さらに真夏の炎天下に、5時間以上も屋外に置かれていたため、排ガスの熱風と外気温で、携行缶がかなり高温になっていたと予想されたんだ。それで缶の中の内圧が高まって、店主が蓋を開けたら、一気にガソリンが噴き出したってこと？そういうことだ。京都府警は、後日この一件を、消防と合同で実況見分をした際、先ほどの目撃情報に加え、近くのガスボンベから漏れたプロパンガスに、ガソリンが飛び散って、引火、爆発を引き起こした可能性があると話していた。最悪すぎる。さらに、爆発は1回ではなかったという話もある。え、当時現場付近では、最初の爆発音がした後、避難を呼びかけるアナウンスが流れている最中に、再び爆発が起こったそうだ。1回目はプロパンガス経由で引火して、2回目は、周囲の柿を扱う露店に引火して、って感じなのかな。そうかもしれない。この一件は、実際に現場にいた人の証言などの記事を読むと、かなり生々しく辛い内容のため、ここでは、被害者の惨事については省略させていただくけど、爆発で59名も負傷者を出したのは、ヤジ馬が原因ではないかとも言われているんだ。もしかして最初に言ってた、撮影をしていた観客のこと？ああ、各報道機関で流された、現場の映像や、ネット上で流れてきた映像だと、出火後は被災者側から、警備員の誘導に従って移動をお願いします。決して火には近づかないでください、というアナウンスがあったんだが、それに従ってない人たちが、たくさんいたとか？ああ、爆発後も、警官が離れるよう促していても、火のそばで動かずに見守っている人や、出火する屋台を取り巻くように、大勢の浴衣の観客が映っていたみたいでな。このようなヤジ馬や、素直に誘導に従わなかった一部の観客たちがいたことで、緊急を要する人の搬送や、逃げたくても逃げられなくて、軽傷を負ったという人がいるのではないかと、一部から言われているぜ。最近だと、何か起こったらすぐにスマホで証拠として、写真や映像に記録しているわね。確かに、何か大きな出来事があれば、そういった記録というのは貴重な資料になるけど、人命がかかっている現場で、誘導の指示も聞かず、ただただ目の前の惨事を撮っている人たちって、ちょっと怖いって思っちゃうわ。ほとんどの人は無意識なんだろうけど、逃げることも助けることもなく、スマホで写している人たちって多いからな。あの無機質さは私も恐怖を感じるぜ。ただ、いくら資料になるからといっても、こうした緊急時は、やはり撮影ばかりせず、すぐに自分も退避してもらいたいものだぜ。そうね、安全第一だし、負傷者を増やさないためにもすぐに誘導に従って行動をしてほしいわね。2023年現在で、この出来事から10年が経つが、どっこいせ福知山花火大会は、この一件から再開されていない。え、そうなんだ。露店を見ると、今も恐怖を覚える人も多いんだよ。それだけ、強烈な現場だったってことなのね。ああ、ただ、もうそろそろ花火大会を再開してもいいのではないか、という声も上がってきてはいるんだ。再開を望む市民と、再開を望まない負傷者や犠牲者の家族がいるため、再開するか中止するかが、まだ議論されているそうだ。難しい問題すぎる。さて、最後に紹介するのは、明石花火大会、歩道橋事故だ。日本の花火大会の大惨事といえば、この件が思い浮かぶ人が多いのではないだろうか。これって、確か群衆雪崩が起きたやつだよね。2022年10月に、韓国のイテボンで起きた群衆雪崩の一件で、明石のこの話も、よく取り上げられていた気がするわ。そうそう、まさに、群衆雪崩が起きてしまったやつだな。よく知っているな。
でも私が知っているのは、日本でも群衆雪崩が起きたっていう事実だけで、詳細は知らないわよ。なるほど。じゃあ説明していくぞ。お願いします。明石花火大会歩道橋事故は、2001年7月21日に起きた、11名の犠牲者と、183名が負傷するという被害を出した群衆雪崩だ。そんなに負傷者がいたの？そうなんだよ。思ってたより大人数なのね。それに犠牲者もたくさんいたんだ。この日は、明石市大倉海岸で、第32回明石市民夏祭り花火大会が行われていて、18時には、花火を見に来た観客がたくさん集まっていた。30分後、花火大会会場の最寄り駅となる、JR 朝霧駅ホームには、通過列車に、人が巻き込まれそうになるほどの混雑で、19時以降には、歩道橋の階段下付近も、大混雑になっていった。歩道橋って、そもそも幅が狭いのに、そこにすし詰めになってたってことだよね。そうだ、19時45分には、花火の打ち上げも始まり、それまで、かろうじて流れていた群衆の足も止まってしまって、さらに、帰路に向かう人が逆流してしまっていたんだ。ギチギチじゃない。その結果、歩道橋上はかなりの密度となり、20時頃になると、1平方メートルあたりに、最大13から15人という、超過密状態になってしまった。これは、去年韓国で起きた、イテウォンの群衆雪崩の過密度とほぼ同じか、それ以上の計算になる。そっか。イテウォンの時も、1平方メートルに12から13人って言われてたもんね。3D で再現された映像を見たけど、15人っていう見解もあるんだったら、あの再現映像よりも人が立っていたってことでしょ？もう意味がわからないわ。考えただけでも恐ろしいよな。20時20分頃には、朝霧駅周辺に人が多すぎて助けてください、という、最初の110番通報が受理されて、20時40分までに、同様の通報が27件も入ったという。これ、通報している人も巻き込まれていた人ってこと？かもしれないな。もしくは、巻き込まれてはいたけれど、歩道橋ではない場所からだったか。ただ、いずれにしても、超過密状態だった歩道橋上では、携帯電話から通報することもままならないとは思うぜ。確かに、20時30分には、子供の具合が悪いという119番通報があり、救急隊が出動し、その15分後には、機動隊が歩道橋の下に到着した。とんでもないことになってきた。機動隊まで出動しちゃったんだね。それほど緊急性があったんだよ。なんせ、歩道橋の屋根に登り、周囲に呼びかける人もいたくらいだからな。屋根に登るのも危ないけど、歩道橋の中にいるよりは、マシになっちゃうのが、もうね。ただ、機動隊が到着するまでに、圧迫で失神、転倒する人が出てきて、到着した時には、すでに群衆雪崩が発生していたみたいだな。確かあれって、一人が倒れたらもうダメなんだよね。いくら自分が踏ん張っていても。そうだ、かなりの圧がかかっているから。倒れた人の至近距離にいた人は、ドミノ形式で倒れてしまうぜ。こうした群衆雪崩が起こった原因は、歩道橋が、下の道路よりも狭くなっているボトルネック状だったことと、会場に向かう人と、駅に向かう人が衝突して、大流が発生しやすくなったということだな。イテウォンとほとんど同じ条件だね。被害者数はイテウォンの方が多いけど、あっちは、ボトルネック状になっている下り坂で起きているからな。まあどちらも大惨事には違いないんだけど。明石の群衆雪崩の件は、交通誘導員がいたら防げたのかしら。防げただろうな。そもそも、この一件は、後日、兵庫県警察本部の対応や、警備計画が、問題だらけだと明らかになってな。まず、この花火大会で、明石市と、兵庫県警と、警備会社という三者間で、事前の警備計画の協議が不十分だったことが判明したんだ。この段階でもうダメだわ。本来なら、たくさん人が集まるイベントでは、しっかり事前に協議しないといけないのにね。間違いないぜ。実は、半年前ほど前に同じ場所で行われた、正規超えカウントダウン花火大会、というものがあったんだけど、このイベントでは、当時、約5万5000人が参加していて、駅周辺で同様の滞留が起きていた。この時も、群衆雪崩が起こってしまったの？雪崩まではいかなかったかもしれないが、多少の軽傷者は出ていたみたいだぜ。で、今回の明石市花火大会では、カウントダウンの3、4倍である、約15万から20万人の参加者が予想されていたにもかかわらずだ。花火大会の警備計画書は、カウントダウン花火大会の計画書を、
ほとんど丸写ししていたことが判明したんだよ。ちょっとずさんすぎない？だって、カウントダウンのイベントでさえも、軽症者が出ていたんでしょ？しかも、明石市花火大会の参加人数予測は、その何倍って出ていたのに、どうしてそんなことを、なんだか、この県警のずさんさから起こってしまった、人災に思えてくるわ。まあ、これだけ言うとそう聞こえるけれど、兵庫県警は祭り当日は歩道橋ではない、別のところの警備を重視していたんだ。だから、当日の警備人数を、読み違えてしまったのではないかっていう声も上がっているぜ。なるほどね。ただ、この一件以降、教訓として2005年に、警備業法と国家公安委員会規則が改正されてな、警備業務検定に、雑踏警備が新設されたんだぜ。おお、それはある意味すごいわ。でも本来なら、こうした被害が出る前に警備で防いで欲しかったわね。まあそれが一番いいんだけどな。ただ、こうした最悪の被害が、今後出ないように法律が改正されたのは、プラスじゃないかなって、私は思うぜ。そうだね。もうこんな悲しい出来事は起こってほしくないよ。せっかくの楽しい花火大会なのに、過去にはとんでもない惨事が起きていたのね。特に、犠牲者が出ている話は、本当に聞いてて辛かったわよ。そうだな。こう言ってしまうと、不謹慎かもしれないけど、2000平方メートルが焼けてしまったけど、負傷者も出なかった板橋花火大会は、まだマシに聞こえてきちゃったわよ。私もそう思うぜ。花火大会での惨事というのは、本当に恐ろしいものだな。みんなも大人数が集まる場所は十分気をつけてくれよな。それじゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。